はい、よろしくお願いします。今回は高校受験対策の詩集シリーズの第23弾をお送りします。で、今回はこの11問やっていきますので、まずここでね、一回動画を止めていただいて、この問題チャレンジしてみてください。で、やってもらった後に、わかんないのとか不安なのがあれば、今からね、全部解いていきますんで、聞いてもらえたらと思います。いいかな？じゃあ、早速ね、1番からまずやっていきますので、どうぞよろしくお願いします。じゃあ、まずね、画面下げますので、お待ちください。ちょっと動きますよ。よいしょ。は、あれ。ちょっと行き過ぎかな。この絵が。よし、じゃあまず1番からいきましょう。で、いつも通りね、この問題、ツイッターにも貼っておきますので、まあ、もしね、使うだったら使ってみてください。よいしょ。では、まあ、まず1番はよく出てくるやつですね。まあ、カッコの前に、まあ、マイナスがあるんで、まあ、自分はね、そこのカッコの前をプラスに変えることでカッコの中の符号を変える。だからここもプラスになって、マイナス5、プラス9になるから読んで OK。 ちょっと黒くなってんな。で、2番ですね。まあ、今回取り上げた理由は何問かあるんですが、その1個がこれ。これね、結構珍しい指数で、まあ、いろんな地域の過去問解いてると、やっぱり圧倒的に多いのはね、こっちなんだよね。カッコの2乗。で、今これ、マイナス2の2乗。こうなってますよね。これ似てるんですけど、意味全く違います。この、カッコの外の2乗っていうのは、カッコ丸ごと2個かけてねって意味なの。で、これは何かっていうと、2が2つある。2を2つかけてね。でもマイナスもくっついてますよっていうイメージ。つまり、上はプラス4になるんですけど、下はマイナス4になります。この区別気をつけてください。で、ほぼ、受験の過去問では見ないんですけど、こうなった時。これはこっちと同じです。この、これ2つ同じね。っていうのも覚えておきましょう。なので、これが今、マイナス4なんだよね。そっちでやってるわけ。マイナス4。つまり、マイナス4かける3なんで、まあ、これ暗算でいいね。マイナス12となります。で、次です。まあ、掛け算と割り算のみなので、1個ずつね、こう計算して、ここ計算してって構わないんですけど、自分は一気にやっちゃうのが好きなので、一気にいきます。手でね、消さないようにちょっと頑張るわ。一気にやるときは、こういう風に長い分数書いてください。一番最初の、この項ね。これは上に乗ります。xy2 乗ね。掛け算の後ろも上に乗ります。6y。割り算の後ろは下に行きます。こうやって。で、なんでかっていうと、これ掛け算に直すと、割るを掛けるに直したら逆数に変わるのね。これ下に1分のって隠れてるから、ひっくり返ると、まあ、3xy 分の1とこうなります。だから下に来るのね、これ。で、一気にまとめて書いてしまったら、あとは約分です。で、こんな狭いところで本当はやっちゃいけないんだけど、こうやって約分して2が残る。で、y が消える。x 消える。で、自分がよくやるのは、全部終わったら残ったものに丸つけてください、こうやって。で、2と y の2乗残ってるから、答えは 2y2 乗となります。で、なんで丸つけるかっていうと、今ね、こう狭いところでやんないでって話をしたんですが、ごちゃごちゃ書いてしまうとね、結構忘れるんだよね。今はさ、黒の問題の、黒のペンに、こっちは赤で書いてるから区別しやすいですけど、みんなはシャーペンで解くでしょ。だから、こうやって書いてた時に、この2とかさ、忘れちゃうんだよね。自分で書いたのに。で、y2 乗だけ書いて、×食らうみたいな。もうすっごいもったいないから、そんなミス。で、その場合気をつけてください。で、4番はね、普通に計算します。まずこの部分。この部分、括弧のね、手前のところを展開すると、まあ、これ公式なんでね。x2 乗足したもの。x で、この2つかけたものだから、こうなって、で、まあ、8x がくっつくと。で、あとは x 同士、こう計算できるので、x2 乗マイナス3 x プラス28と、これが答えになります。この部分ね、計算できるのに計算してなかったら×食らうので、ちゃんとね、最後まで持っていきましょう。で、次、一次方程式ですね。まあ、これは普通にまあ5を配って、まず一緒に書こうか。
で、5を配ると 10x、こっちにも配るんでマイナス5です。10x、こっちに持ってくるとマイナス 10x。この x とくっつければマイナス 9x。で、4はこっち持ってくるとマイナス4。マイナス5とくっつけるんでマイナス9。で、両辺マイナス9で割ると x イコール1と入ってる。っていう感じになります。で、まあ一次方程式なので自分の答えが合ってるかどうかがチェックできます。この1をね、ここの元々の式のここと、ここに代入するの。そうするとちょっとやってみようか。1入れると、こっち1たす4だよね。で、こっちも、まあ、そのまま書けばさ、こうなって、2×1 だから、まあ、こうなりますよね。で、これ左側、左辺計算すると5でしょ。ここ、5×1 だから、こっちも5でしょ。ここがイコールになってるから、この答え絶対合ってるんです。自分が出したやつ。で、確かめもできるんでね。まあ、よかったらやってみてください。ちょっと、ね、いっぱい書いたんで消そっか。これいらないね。これと、ここはいらないんか。よいしょ。で、次、6番が二次方程式か。いきますので。よいしょ。んで、まあ、これ普通に、因数分解できるか。できるので、ちょっと X 書いちゃうよ。かけてマイナス18。足してプラス i、プラス3になる2つの数字のコンビを探すと。で、まぁ、18なんで、2区18か6三18の、まぁ、どっちかが多い。18×1 はあんま使わないので。で、今、6と3を使います。で、足してプラス3にするには、プラス6とマイナス3にすれば OK だと。この2つ、かけてマイナス18、足してプラス3になってるからね。で、こうなったんで、ここのプラス6とマイナス3。符号を変えたものを、こっちマイナス6ね。と、3って。この2つを変えて丸になります。で、まあ、ここがね、なんでこういう風に出せるかっていうのは結構もう何回も説明してるので、今回はちょっと割愛します。で、7番ですね。これを満たす正の整数 A は何個あるかと。まあ、個数を答えるんですけど、まあ、これ前回かなの時もあったように、全部2乗しちゃってください。このルートあるからね。そうすると、2乗すると4です。2乗するとルート外れるから A になります。で、こっちが9分の100と。つまり、4から9分の100の間にいる正の整数何があるのっていう。で、気をつけるのはやっぱこいつだよね。分数のままだとちょっと勝負しにくいんで、こいつを、まあ、筆算してもらって小数にします。そうすると、こうやってずーっと続くんだよね。11.11 っていう。こいつがね、まあ、続くけどさ。ってことは4から11.11 の間にいる整数です。で、このイコールが入ってないんで、ここ。4はダメだよ。5をスタートね。5、6、7、8、9、10。で、11.11 までいってるから11が入ります。まあ、ざっくり言うと、数直線ね。8、9、10、11ってなった時に、11.11 ってのはこの辺だよね。この辺。いい？で、ことは、この11は入ってるでしょ、ここに。だから11も含めます。ってことで、今回個数を答えろだから、1、2、3、4、5、6、7個。つまり、答えは7個と。こういう問題って、個数を、答えるときと、あと、全部書きなさいみたいな、小さい方から。5、6、7、8、9、10、11。全部書きなさいみたいな、2パターンあるので、気をつけてね、その答え方ね。それをミスるとすごいもったいないんで。で、次、角度です。L と M、ちょ、今、文字書いてねえや。平行で、AB イコール AC。ここが、まあ、長さが同じ。で、その時に、X の角度を求めなさいとなります。まあ、角度の問題なんでね、求め方いろいろあると思うんですけど、まあ、ひとまず、こいつ、二等辺三角形になってるんで、ここも75度だよね。二等辺だから。下の底角同じだからね。で、あとま、平行使いたいから、52度、こっちに持ってきたいんで、ここピーって伸ばしましょうか。そうすると、自分がよく錯角の Z とか、錯角の逆 Z って言いますけど、
こうやってね、平行の時に、Z できるでしょ。その Z の尖った2箇所。ここ、錯覚だから同じ角度で52度になります。なので、まあ、これどうしようか。普通に出していっちゃっていいかな。75のお隣、ここ。お隣さんは180から引けばいいから、180から75を引いて、ここ105度です。そうすると、ここですね。ここ。これは、あ、うん、そう、うん。今これで、俺実際やったんだけど、まあ、先説明するわ。もう一個解き方簡単なのあった。まあ、そっち説明しようね。で、今105と52になったんで、この三角形。ここで考えると、こう足すと157でしょ。三角形の中って180なんで、180から157引いた23度、ここがね。これ入ってる？あ、大丈夫、23度。で、ここ X、これさ、全部足すと、23と75だから、98か。つまり、180から98を引けばいいから、82度か。で、これが答えになるっていうのをやったんですけど、違う！それじゃなくていいんだ。どうやるかっていうと、まあ、これでもいいんだよ。いいんだけど、そうですよ。さっき言ったように、ここ75度ですよね。2つ、2等辺だから。で、75、75使ってるんで、足すと150なんですよ。で、150ってことは、この三角形、ここね、二等辺。残ったこの角度30度ですよね。ここで150使ってるから。で、錯覚の Z をここで使えばいいんだ。こうやって。これ錯覚の Z ね。つまり、X とここの角度同じ。だから52と30足して82。はい、こっちで行きましょう。ごめん、今気づいたわ。っていう感じだね。まあ、どっちでもいいんだけどね。角度っていうのもアプローチの仕方、解き方っていうのは何通りも出てくるので、まあ、解ければ OK なんですが、こっちの方が絶対簡単でした。失礼しました。で、次が円錐の体積ですね。あいつがあるんだけど、半径が3だから、ここが3。で、母線が9。だから、ここだね。母線でこれね。9と。体積求めたい。で、その時に、体積っていうのは、底面積かける高さ。で、今、錐って言って尖ってるから、それに3分の1をかけるんですけど、底面積ここね、円。で、円は、半径かける半径かける π です。つまり、3×3×π だから、こいつが 9π はすぐ出るの。で、問題は高さなんだよね。で、高さってどこっていうと、当然ここです。こうやってね、これはわからない。だからそいつ出しましょうと。で、よく使う技ですけど、これ、ここが直角三角形、90度のね、になってるんで、三平方の定理使いましょうっていう話です。ちょ、取り出すよ。ちっちゃくね。ここ3、ここ9、高さ X にしときます。で、まあ、滑り台の部分、斜辺ってやつだね。そこの2乗、イコール、残ったやつの2乗を足したもの。X2 乗足す、サザンガ9っていう。これが三平方の定理です。で、これを整理すると、X2 乗イコール72。2乗を取る代わりに、プラスマイナスルートがつきます。で、ルート72っていうのは、36×2 です。36って6636だから、6が出てきて、プラスマイナス、6ルート2となります。ただし、今、高さっていう長さを表してるので、長さにマイナスありえないからね。だからプラスだけ。まあ全部消しちゃっていいね。プラスだけが生き残ると。で、高さ出たでしょ。だから体積は、底面積 9π ね。かける、高さ。で、円錐、尖ってる時は3分の1をかけます、それに。ってやって、まあ約分こうやってしてもらって、18ルート2π か。これが答えになります。一応センチメートルとか単位が入ってるか、入ってるから、ちょっと狭いけどごめんね。立方センチメートルか。こんな感じだね。で、10番行きましょう。ヒストグラムのやつだね。で、一応ヒストグラム書くのめんどくさかったんで、ここに4から8メートル5人とかって、一応そこに書いてある情報はこっちに書き出したんですが、まあ、赤からチェックしていきましょう。あ。
で、アは中央値、まあ、メジアンね、が平均値より小さいかってやつ。で、中央値っていうのは、まあ、全員並べた時に、ど真ん中の数字いくつってやつです。で、今、20人いるから、20人の真ん中っていうのは、これ1人目ね。1人目からこう並べてって、まあ、10人目と、11人目の間のここが中央値になります。20人の時はね。で、今チェックしていくと、10人目も11人目もここにいるんだよね。ここに5人いるから、6、7、8、9、10、11人目までここにいるから。5足す6で。つまり8から12人いるんですよ。ここに。この中央値もそうなると。で、その階級値って言って、これの間の値って考えても、それがね、今回の中央値になるんですが、平均値が 12.2 って言ってるじゃん、もう、問題文に。でて、12.2 より絶対少ないでしょ。マックスでも12しかないんだから。だから、12.2 より小さいっていうのは、これ点々いらなかったね。これは OK になります。あは。合ってるよっていう。で、次。で、今、今度、最頻値っていうのは一番出てくるやつ。で、これはシンプルにここです。最頻値。これは一番多いでしょ。で、その階級値って言ってさっきの8から12の間。まあ、10メートルですよね。で、それが、階級値じゃねえや。最頻値になるんですが、これも同じで、平均値より大きいかって言われてる。平均値 12.2 だから、12.2 より大きくなること絶対ないじゃん。8から12って言ってるからさ。だから、いは絶対ないと。で、今度、記録が12メートル未満の生徒が全体の半数以上。半数以上っていうのは半分以上ってことね。で、12メートル未満探してみると、ここね。11人います。もう半分以上いるよね。だから、うは OK。で、A ですね。16メートル以上の生徒が、全体の 20%。16メートル以上なんで、ここ。5人です。で、このよく出てくるパーセントの計算は覚えちゃいましょう。その人数割る全体かける100です。これがパーセントの出し方です。で、まあ5割る20やると、まあどうしようかな、一応いいか。5割る20やると 0.25 なんですよ。で、かける100するから、ごめん、25% っていうのが出るので、A は違うよと。こういうふうに求めることができます。ちょっとタブで拭いちゃうか。ちょっとこれだと答え分かりにくいんで、ちゃんと書くね。だから答えは、あと、うと、いうふうになる。で、ラスト確率ですね。数直線、ちょっと書いてないんですが、ルールとしては、コインを、硬貨ね、お金を投げる。そしたら、表が出たら、正、プラスの方向に2行きます、こっち。2ね。表は。裏だったら、こっちの負の方向に1行きます。だから2と1で違うんだよね。その時に、3回投げ終わったら、点 P が原点に戻ってる確率です。で、ごちゃごちゃルールが難しく感じるんですけど、結局やってるのはコイン、まあ効果ね、お金を3枚投げる、まあ3回か、っていう話だけなので、樹形図も決定してます。これは。3枚投げるときも3回投げるときもね。結局、表裏なんで、まあ、表から始めて、コインの樹形図は枝が2本ずつ出るのがルールです。ずっと表裏が出続ける子あって。こういうやつね。で、右いけるか。ちょっと下げるね。裏からスタートしたのが同じ。表裏とこうなる。これがもう3枚です。3枚か3回の樹形です。固定ね。で、今考えた時にどうしたら原点 O に戻ってくるかっていうと、これは表が1回、裏が2回、このコンビしかないんだよね。表が1回出ることによってプラスに2いきます。裏が2回出れば2戻ってくるんで原点戻ってきますよね。これしかない。だから表1回裏2回の場所を探していくと、表1回裏2回ここだよね。まずここまあこれでいいかね。あとは裏表裏、ここもそうだね。で、裏裏表のここもそう。この3箇所しかありません。で、全部でもともと 1,2,3,4,5,6,7,8 というのが分かってるので、確率は8分の3と、これで終了になります。
では今回は高校受験対策の刺繍シリーズの第23弾をお送りしました。今回もね、最後までご視聴いただき本当にありがとうございました。で、引き続きはもうちょっとでね、この投稿も今年終わりになる、今年というか、今期か、終わりになりますけど、もうちょっとこの刺繍シリーズ撮ってたりとか、あと他の単元もね、撮っていきますので、もしよかったらね、他の動画も使ってみてください。では、今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。